けんさん、ありがとう。目の中にライトある？ほんと？クラコンで本当にあれでしょ、ミリアちゃん、リンコちゃんもなんか動画見てないんだけど、スクショだけ見た、なんかツイッターで。めっちゃショールーム久々、そんな久々だっけ、久々かも。なんかメール返信してくれてたから。お勉強大変そう。デイビッドさん、ありがとう。あ、SKE さん、そう、あ、なんか3日間のやつ、詳しく知らないけど見ました。リンコちゃんはレイカちゃんっぽいものもね。こんにちは、レイカちゃん、こんにちは。やっぱ可愛いねって、どこに行ってたの、どこに行ってたの、めっちゃ久しぶりだ。あんちゃんさんもハートありがとう。ミリタン、そう、ミリタンよくね、真似してくるよね。どこも行ってない、本当に。仕事中、頑張って。隊員のみーさん、ありがとう。お花。髪の毛、本当に？今日はもう適当。今までは何もなかった。これからちょっとあるんだけど、今までは授業だけだったから、ズームで喋った。フジモンさん、ハートありがとう。あんちゃんさん、かわいい、ありがとう。お、夜勤頑張って、頑張れ、いかじゃん。まだ、うん、なんかオンラインと対面どっちもあるけど、対面は、よいしょ、来週、再来週かなんかに行くけど、今は行かない。今月？あ、もう10月か。今週は全部ない。来週とか再来週は行くよ、大学に。パイのみさん、ありがとう。主任さん、ありがとう。秋のやつ、学食は食べたことあるよ、一回だけ。一回だけ。仕事終わり、もう終わったの？早い？早くないか。学生。レイカの後輩になりな。こんにちは。みんな何してるの今、お仕事？え、もう終わったの？おすすめのアイスは、スーパーカップの紅茶クッキーと、なんかローソンのやつ、棒のやつ。昨日アイス食べた。
休憩中。お、今喫茶店？いいね。スタバ飲みたい。そう、今月は毎日配信します。お、お休みだからのんびりしてる。いいね。学校から帰ってる。帰り道？こんばんは。もうこんばんは。こんばんはか。半年留年しちゃった。半年するの？留年って。半年するの？半年？でもレイカもね、前期全部単位取れてないんだよね。後期は全部取れるように頑張ります。明日移動日。何の移動？明日なんかあったっけ。明日はレイカ出ないですよ。ティフさんは明日はさやかりんとかだけ。3人2期生1期生さんか。今日満月なの？そうなんだ。いいね。あっち期さん。そう、ティフ明日誰かはいないけど見てください。大学芋フラペチーノ、レイカも飲んだよ。レイカは自転車で買いに行った。ねえ、ティフ楽しみ。すごい、今日ツイッターを見てていいなーってめっちゃ羨ましかった。いろんなアイドルさんが何ステージの近くで写真を撮ってた。あそこ行きたい。そう、自転車は借りた。レイカ持ってないけど買うかもしれない。自転車便利だよね。86さんかわいい、ありがとう。いずしさんアイスありがとう。パク。そう、自転車ね、なかなか乗らないよね。全然乗らないね。ティフーさん行きたかった、あそこ。パイのみさんありがとう。七並べ頑張る。七並べさっき言ってたよ。ちょっとだけ1時間ぐらい。ずっとじゃないけど。広島平らなの？平らなのかな？どうなんだろう。広島平ら？でも山いっぱいあるよ。山いっぱいあるし、海もあるし、いっぱいある。あ、市内は平らなのかな。そうかもしれない。うん、くまやさん、タコありがとう。職場から見てるってさっき書いてあった気がする。お仕事お疲れ様です。確かに路面電車走ってる。
路面電車ってね、兵庫県で見たことないし、愛知でも見たことない。でもおばあちゃんち、岡山がおばあちゃんちなんだけど、岡山にはあった。兵庫ってあるの路面電車。レカの家の周りとかおばあちゃんちにはなかった。大阪にあるの？結構あるのかな。川多いの？川多いかな？青いわ。めっちゃ川ある、そこら辺。かわいい大学生。大学生の方がかわいいよ、普通の。普通の？大学生みんなかわいい。絶対、うん。えずしさん、ハートありがとう。三角詞なの？三角詞。じゃあ、レイカの大学は可愛い子が多いのかもしれない。先輩？ STU の？大学はね、お友達全然いない。まだまだね、あんまり行ってないから、なんか Zoom でちょっとグループワークで喋ったりするぐらいかな。そう、でも今度あるから、その時に会おうねって言ってくれてる子もちらほら。いるので頑張って友達を作る。頑張ります。なんかね、 LINE でちょっとだけ喋ってる方とかもいるんだけど、全然なんかあんまり追加したくなくて、だからそう、 LINE の友達を増やしたくないんですよ。100人を越したくなくて、なんかメンバーとマネージャーさんとかと、あと家族と、なんか高校卒業するとき一回消したんですよね、連絡先を全部。なんか今までの関係をというか、そう、まあいろいろ、なんていうの、いっぱいいたから、人、友達が本当に300人とか、今までの中学のクラスメイト、みんなと、高校のクラスみんな女の子も男の子もいっぱい、クラス全員追加したりしてたから、喋らないし、やっぱり STU 入るしってなって、一回全部消しちゃったから、そう。一回全部消しちゃったから全然いない。そう、学校のグループ LINE ね、レイカももう招待しないでって言ってる。高3のクラスだけ入ってる。高3のクラスだけ入ってます。
先輩の LINE、 STU さんの STU さんSTU の先輩は、うん、何人かいる LINE。 くまやさん、アイスありがとう、アイスパクそう、 LINE ね、ちょっとね、やっぱり気をつけないとね。イズシーさん、かわいい、ありがとう。喋らないしね、そんなクラスのさ、高一の時の人とか全然友達いないんですよ、レイカ高校の時の友達は本当に5人とかしかもう連絡取ってない。中学は2人、友達が少ないのなんかめっちゃ浅く広くなんか広い付き合いだったんだけど、だからすごい薄っぺらいって言ったらあれだけど、うん、863タコありがとう、パイナミさんかわいい、ありがとう。だけどそういうのがちょっと後悔したんですよ、レイコはやっぱりめちゃめちゃ仲いい子を少しと仲いい方がいいなってなって、うん、なんて言うんだろう、なんか廊下でヤッホーみたいな友達が多かったんですよね、レイカは。うん、で、だけどそう、それはね、なんか高3ぐらいになってから意味がないなって気づいて、そう、だから、あ、そうそう、友達少ないけど知り合い多い、めっちゃそれだからもう LINE も消して全部本当に仲いい子だけにだけそうにした。何の話なんでこの話になったんだっけ。でもその大学だとその絶対グループクラスのグループに入らなきゃいけなくて、でレイカはそんな知名度もないし全然知られてないのでバレることは絶対ないんですけど、だけどやっぱりなんかちょっと複雑、その全然知らない人のがいっぱいいるグループに入ったりするのはちょっと怖いかな。でも LINE3 つぐらい作れればいいのにと思う、偽名でやるみたいなくまやさん、ありがとう。くま、今日はくま見えるよ。くまくま。人見知りはめっちゃする。なんかね、しないと思ってたんだけど、意外と大学の人は全然喋れない。本当に。なんかファンの方とのお話し会とかの方が全然喋れる。ですよ。あんちゃんさん、ありがとう。どんぐり8063ハートありがとう。パソコン、え、そうなんだ、詳しくないから全然わかんないけどできるのかな。そう、なんかね、なんか STU に入ってから余計人見知りになった喋れなくなった。話し会はレイカちゃんが来てくれる人、うん、確かにそれもあるけど、なんか、うん、ファンの方とはめっちゃ喋れる、全然。8063ありがとう。ファンの方と喋るのが一番楽しい気を使わないから、あんまり使うけど、ちゃんと使うけどさレイカちゃんどの人、人見知り、なんでレイカちゃんのこと知ってる人、どういうこと、大学に絶対ないと思う、絶対ない。
でもレイカは LINE がもう STUI にあふれてるからトップガンもリンコちゃんとのツーショットだし、あの LINE ってあそこのなんだっけミュージックみたいなのできるんですよ。ミュージック音なんか BGM みたいな設定できるんだけど、それも思い出せる恋をしようだしホームガンってあるじゃん、なんかトップガンの後ろはリトちゃんみんなでこうやって手合わせてる、なんかこうやってねエンジン組んでるところのやつなんですよ。もう STU 愛にあふれたラインになっております。お、BGM お揃い、みんなレイカも LINE ミュージック派なので思い出せる恋をしよう。設定できるよねあれ。イズシさんありがとう、最近めっちゃ来てくれるよね、ありがとうね。そう LINE がね STU48 化されるんです。髪型かわいい本当に。お、プロフィールレイカちゃん本当嬉しい、自分も変えようかな、ぜひぜひ。トップガオレイカにトップガオレイカの写真でやつ、パイのみさんありがとう。超久しぶり、確かに全然見てなかったありがとう、忘れてなかった。お、パソコンの髪型だけで、本当に髪型じゃない壁紙だ壁紙だわ。最近好きになった、嬉しい。メール撮ってくれてる？なんか今月から。ねえかちゃん、何日ぶりショールーム？昨日もしたよ。脳内の待ち受け。ちゃんと本物のやつを霊感にしてよ。映画の AT って何？あ、あれなんかユニバのやつ、なんか宇宙人みたいな。ユニバに昔さあったくない、あのやつ、乗り物レカ、あれめっちゃ好きだった、ちっちゃい時にね、ちっちゃい時にねしたんだよ、乗ったんだよ。AT 懐かしい、ちっちゃい時にあったよね、もうなくなっちゃったあれ。ユニバは何が好きかな、ミトちゃん全員が、え、それだよ、レイカのホームガンも多分、さやかりんがさ、メールで送ってたやつでしょ？メールで送るって言ってた。送られたのかわかんないけど、ほんとに。エンジンのとこ。レイカもそれよ、多分、ホームが。お、アクリルスタンド、ほんとに？嬉しい。そう、ハロウィンのグッズも販売されたので、ぜひぜひ。チェックをお願いします。あ、ゆなゆなの写真送らなきゃ、忘れてた。今日ブログレイカですよ。マリオできるの？そうなの？ニュニバー？誰の手か、嘘、間違えた？レイカだけあれ左手なんだよ
86さんありがとう、かわいい。レイカが左利きなのを知ってたらもしかしたら答えれたのかもしれん。お、え、船のやつ買ったの？あれ？あの模型みたいなやつ？嘘、嘘とか言って。マジ？買ったの？あれ？船？あの、なんかやばいやつでしょ？神秘的な水族館にありそうなやつ。あれ、レイカも欲しいな。置く場所なくなりそう。でも船申し込んだ？嘘、すごい、みんな買うの？船欲しい？欲しいよね、なんか、なんか記念っていうか、やっぱ船はさね、いいじゃん。船はなくなっちゃうの寂しいし、欲しいよね。ね、どんぐらいの大きさなんだろう、あれ。置けるかな、置く場所あるかな。どうする、めっちゃでっかいの来たら。そんな大きくないかな、かも。どんぐらいなんだろう、こんぐらいかな。どのぐらいなんでしょう、見てみてください。今何時？もう終わらなきゃ。お、お話し会？え、飾りそう、お話し会で後ろに。飾っといてよ、もし届いたら。見たい見たい。誕生をお読みします。今日は短くて申し訳がない。13位、加藤さんありがとうございます。12位、のうさんありがとうございます。11位、瀬戸内のミニマロンさんありがとうございます。あ、なんか変わった。13位、のうさん。12位、瀬戸内のミニマロンさん。ん？変わった。11位、タナさん。10位、キッチンさん。9位、ウレタルさん。8位、オランゲランヌさん。7位、ノリさんアット9枚パスタさん。6位、フジモンアットレイカちゃんさん。5位、デイビッドアットレイカオシさん。4位、イズシさん。3位、86アットレイカパンさん。2位、タクタクアートレカヤ用全力応援さん。1位は、プレルリルリルンパン、クマヤさん。ありがとうございました。お仕事頑張ってね。ありがとうございました。七鍋頑張ります。お、レイカもやる。レカちゃん配信ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。初見さんだ。ありがとうね。今日も大好きでした。こちらこそ大好きでした。また配信見に行くね。絶対だよ。絶対だよ。どこへ言ってたの？バイバイ。ありがとう。またね。